億万長者投資家のスタンレー・ドラッケンミラー、彼が最新の相場感をお話しされています。ドラッケンミラーは米国経済はハードランディングに向かっており、間もなく景気後退に陥る可能性があると警告しています。彼は今期中に景気後退が始まる可能性を示唆し、緩やかな落ち込みを想定することに注意を促しました。私は2008年よりも悪いことを予測しているわけではありません。ドラッケンミラーは景気低迷の兆候の一つとして、3月に2月比で 1% 減少した小売上高を指摘しています。また地方銀行部門の混乱が続いていることも挙げました。ドラッケンミラーは差し迫った景気後退により、米国の失業率が 5% を超え、企業収益が 20% 以上落ち込み、倒産件数が急増する可能性があると指摘したんです。その一方で市場では掘り出し物が見つかると予想し、投資家に現金を用意するよう助言しています。またドラッケンミラーは人工知能が世界を変えるテクノロジーであると評価しています。チャット GPT をはじめとする生成言語モデルの登場により、ここ数ヶ月でこの分野に対する興奮が再燃しています。 AI は非常に現実的なものであり、インターネットと同じくらい大きな影響を与える可能性がありますとドラッケンミラーはおっしゃっています。また彼は米国政府の支出が多すぎると非難しています。社会保険制度を削減せざるを得ないと主張。さらに COVID のパンデミックの脅威が薄れた後も利上げを行わなかった FRB を批判しています。彼は最近過去10年間の米国の財政政策をホラー映画と表現し、過剰支出による潜在的な影響力を200フィートの津波と例えています。低金利と歴史的な量の政府支出は、ロシアのウクライナ侵攻を含む供給ショックと相まって、昨年のインフレ率を40年ぶりの高水準に押し上げる要因となっています。これに対し FRB は金利を 5% 以上まで引き上げました。この利上げは消費者と企業を圧迫し、景気後退への不安を煽り、金融機関が手を引いて信用収縮を引き起こすかもしれないという懸念を煽っているんです。